姉妹が全員揃ったので、お茶会ですの。こうして私たちが集まって話すのはいつ以来だろうな。そうかしら。つい最近、ノイアスとの決戦の時も顔を合わせたように思うけれど、あの時はお互いにゆっくりと話す暇がありませんでした。メルキアに来た後はすぐバラバラになってしまいましたから、こんな風に集まるのはすごく久しぶりですの。あの時は驚いた。メルキアに譲渡されるとは聞いていたが、お前たちとは共に戦うものとばかり思っていたからな。私もずっと一緒だと思ってましたの。だからあの時はとても寂しかったですの。でもそんな私にエイダ様はとっても優しくしてくれましたの。おかげで寂しいのは最初の間だけでしたの。寂しさを感じるのがそもそも間違いなのよ。魔導効果は兵器の一つならば、私たちを扱うものに必要なのは優しさではない。その点オルファンは私を兵器として必要としてくれたわ。余計な感情を抱かず純粋な駒として、あれこそ魔導工学とその主の理想像と言えるわね。うん、ヘイダ様の方がすごいですの。私のことをとても大切にしてくれましたの。だから私もエイダ様の役に立ちたいと思いましたの。エイダ様の方が理想的ですの。あら、言うじゃないリュウ。ベルはガルムス元帥をどう思っているのですか。それはだな、何と言えばいいのか。あなたらしい。でも気を使う必要はないわ。そうですの。このままではエイダ様とオルフォン元帥の勝ちということになりますの。まあそれでいいならいいですけど、どうしますの。バカも休み休み言え。魔導降格の主に最もふさわしいのは私のマスター以外にありえん。我らは戦うために生み出された意志ある存在なのだ。真に目指すべきはマスターのような武人に他ならぬ。真偽体が揃ってこそ部下もついてくる。ゆえにガルムス様こそが最高のマスターに相違ない。そうかしら。一番最初に元帥から退いたのに。貴様、マスターがどれほどの気持ちであられたか、こんこんと解いてやろう。そこに直れ。なるほど、直上気質同士気があったというわけね。ではナッカはネクラ同士気があったということですの。え、いや待って、私ネクラなのかしら。少なくともあるよりは暗いと思うが。そう見えるの。改めようかしら。そうそう、アルはマスターをどう思っていますの。アル、どうかした。すみません、3人のマスターに対する愛に驚いていました。愛って、間違ってもそんなのじゃないわ。そういうあなたはどうなのかしら。バイスハイトとうまくやっているの。そばにいてバイスのことを知れば知るほど、私の中で温かな気持ちが大きく膨らんでいきます。それはどこまでも優しくて強くて切ない。そう、おそらく私はバイスを愛しています。まさかお前の口からそのような言葉が出るとは。驚きましたか。とても驚きましたの。アルとバイスハイトが仲良しなのは知ってましたけど。どういう風の吹き回しだ。
お前が自分から恋心などと、いや、否定したいわけではないのだぞ。だが普段のお前からは想像もつかない言葉だから驚いてな。こう言えば隙を見せると分かっていた。どうして、なぜだ、ある。さようなら、ベル。ヴァイスハイト様、ベル、リュウ、ナフカ、3体の魔導降格が破壊されました。それが、報告ではアルちゃんが3体の魔導降格を破壊したと。すでに町内からは。承知しました。